獅子の心を継ぐ騎士たちよ、みんなのエール受け取ったよ。復讐の炎、獅子の心を継ぐ騎士たちよ、みんなのエール受け取ったよ。獅子の心を継ぐ騎士たちよ、みんなのエール受け取ったよ。切るよ、許して。炎に燃えるわ、復讐の炎。重心化リチャード一世のステータス、このようになっております、はい、まず超アンチワープ、はいはい、そしてアンチブロック、はいはい、そしてアンチ魔法陣と3つのギミックに対応できますね、うんうん、しかも一つは超アンチワープになっておりますので、まあ、弱点をジャキジャキと殴ったとしても結構ね攻撃力アップして殴っていけるよという感じになっております、うんうん、そして回復も持っておりますので、まあ、サポート面としても活躍できるよという感じになっております、はい、そして友情コンボ、こちらがメインで超絶斬撃、はい、そしてサブでスピードアップとなっておりまして、いい、ね、うん、まあ、結構ねスピードアップっていうのはねサポート面としてもかなり活躍できますので、はいはい、まあ、今回ねあのゴールドのアリアに行ったんですけれども、まあ早くねしっかり削っていけるっていうところもかなりいいですよね、うんうん、そして超絶ダム撃でね、あの結構雑魚とかもしっかりねあのステージで倒していけるところもありと思いますので、うん、活躍しそうですね、はい、はい、そしてストライクショット、ピタッとパワーがアップ&ヒットした敵の弱点の効果をアップさせる、1段階目12ターン、2段階目が20ターンとなっておりまして、これもねサポート面としてもいいですし、自分で殴っていってもかなり強いものとなっておりまして、ね、うん、まあ、今回ねリズマルツネツルと言ったんですけれども、うん、相性抜群でした。だいぶ相性抜群ですね本当にですね、うん、なので結構ねこう組み合わせによってかなりねこうサポート面としてもいいですし、こう相性もいいキャラとかもいると思いますので、うん、たくさん使ってください。他にもおすすめステージはこちらとなっております。以上、獣神化リチャード一世紹介していきました。お楽しみに、バイバイ。